まあ今回はですねも、まあ、めないということですねも、まあ、めないっていうのは護身術の観点から言ってもですね、例えばサイリスプレースタンガンとかいろいろ特殊警棒とかいろいろ護身がありますでも、まあ、使用すればですね、まあ、状況にもよりますけども、まあ、得てしてまあ使った方が悪くなるというパターンが多いです、まあ、実際スピード違反でもそうですけども例えばそうまあ です法定速度50キロのところを見晴らしがいいんでまあ70キロぐらいで走ってたと。でまあこれだけ広い道なんでま大丈夫だと思ってたらまあネズミ捕りに引っかかって20キロオーバーですと言われた場合まあ安全じゃないかといったところでま法定速度は50なんでま20キロオーバーですと言ってま取り付く暇もないわけですよね。で結局サイースプレも まあ同じことで、まあ、例えば状況にも売れますけども例えば喧嘩で使ったとすればですね非殺傷武器とはいえ、まあ、相手にまあ痛みを与えたということで傷、まあ、害罪等になる可能性があります、まあ、スタンガも同じですねスタンガも確か前事件があって、まあ、喧嘩等で当てた時に、まあ、相手がそのうずくまってしまって、まあ、若干やけどしたっていうことで、まあ、結局使った方が悪くなるということですねだから今のこの日本のまあ法治国家では まあ結局丸腰状態でいないといけないで逆にまた今度素手で例えば揉めた時もですね相手を殴ってしまったと、まあ、相手を殴って怪我させてしまったらまあ暴行罪になるってことですよねそう考えるともうねあの何もできないつまり喧嘩もできないしご神、まあ、を使うのもちょっとなかなかってことになります。でも何か あってはいけないんで凶悪犯罪に備えてサイルスプレーと思ってるわけですけどもまあ、一番いいのは使わないことですよねまあそういうことに巻き込まれないつまり揉めないっていうことが一番いいわけですということはですねつまり選別者になることつまりこの大きな苦難に向けて5つのことをしっかりやってる方は選別されるわけですで選別されればですねまあそういったことに巻き込まれないということなんですよつまり 普段例えばそうういいいった脅迫事件に巻き込ままれることとはないと、まあ、いう人もいますでも自分「ご真実」について考えるの時も言ったんですけども基本的には50%の確率です。あるかないかってなったら、まあ、50%の確率で事故に遭うとか、まあ、事件に遭う、まあ、犯罪に遭うっていうことは50%の確率あります。で絶対ないとは言い切れないです。 今日何もない素晴らしい人事なんで、今日のスタートが良かったんで、まあ帰りまで何がないと、何もないと思っていたら、事件に巻き込まれたということも十分ありえます。まあ、それはいつ来るかわかりません。でも、五つのことをしっかりやってですね、選別されれば、その、そういったトラブルに巻き込まれることが百パーセントないってことなんです。ねえ、そんなことは信じられないという方は、当然五つのことはやりません。でも、五つのことをしっかりやって、選別された方は、つまり。 そういったトラブルに合わない、巻き込まれないということなんです。これがまあ一番最大の誤真実ですよね。つまり揉め事に巻き込まれない、トラブルに巻き込まれないということになります。ですから、この稲穂の期間の間っていうのは、確かに無事かもしれません。でも無事だったとしても、それは大きな苦難に入った時に必ず降りかかってきます。その選別されない方には。 そういうことを考えた場合は、もう今からしっかりと選別されるってことが重要ってことです。ですからしっかりと5つのことをやってください。で、五つのことをしっかりやって選別されている方はもうバリアを張られてます。で、そのバリアを張られてるのはもう非常に強力です。ですからそういったトラブルに巻き込まれないってことです。でもそれは信じられないという方は当然やりません。で、運任せってなります。でもどうですかね。 やっぱり5つのことをしっかりやって選別されるっていうのがいかに重要かってことが分かる方は分かると思います。ですからぜひですね、ご真実の観点からもこの5つのことをしっかりやってください。そして選別者になってください。まあ、できれば牧者を目指せて、牧師は目指していただければまあ幸いだと思いますけども、とにかくまあトラブルに巻き込まれないっていうのは最大のご真実ですえ。今回は以上です。ありがとうございました。